こんにちは、マキュージェイスです。本日はですね、僕が、大学学部生の頃に受けていた、数学の授業のノートの一部を皆さんに、お見せしたいと思います。はい。まあ、なんかこうノートとかを見ると、大学の数学ってこういったことをやってるんだよっていうのが一番伝わりやすいと思いましたので、まあ、動画にしてみました。はい。まあ、だからこれ見てらっしゃるですね、高校生の人とかどれぐらいいるのかわかんないですけど、まあ、なんとなくこう数学科に行きたいなと思ってる人とか、高校生じゃなくてもですね、シンプルに数学科に興味があるっていう人に、参考になれば嬉しいです。はい。では動画を回したのでそちらをご覧ください。どうぞ。はい。ということでですね、まずは線形代数のノートを持ってきました。はい。線形代数っていうのは、まあ、理系の学部の、学生だったらもう絶対習う、最初の1年生の頃に習うものですね。これはもう理学部だけではなくて、工学部とか、まあ、医学部、薬学部も習うと思いますし、教育学部のなんか数学系の人とかも習うんじゃないかなと思います。はい。で、どういうことをやるかというと、まあ、行列っていうものを最初は習いますね。行列の説明とかした方がいいのかな？まあ、なんか、わかりやすく言うと、なんかこう、ベクトルとか、そういったものを、こう、どう写すかみたいな、感じのものですかね。まあ、今のでもちょっと説明は足りないところはありますけど、まあ、それに対して、まあ、どういった行列がいっぱいあるのかみたいなのを最初にやったりとか、なんかいろいろやってますね。で、この辺で正則行列っていうものが出てきたりとか、まあ、転置した行列がどうのこうのっていうのを、いろいろこうやってますね。はい。で、正則行列ってさっき出てきたんですけど、その時にですね、行列式っていうものが、出てくるんですけど、行列式をですね、こういう値観というもので、定義するんですね。で、それを、まあ、この辺では、値観のなんか、なんか、なんていうかな、値観の基本性質みたいなものとか、用語の解説とか、そういったものをやっています。で、任意の値観っていうのはですね、循環値観で書けるとか、その循環値観はですね、五感で表せるとか、まあ、これは結構基本的なものなんですけど、そういったものを、こういろいろやったりしてますね。はい。なんかまあ、痴漢って、なんて言えばいいかな。わかりやすく言うと、あみだくじみたいなものですね。なんか、あみだくじみたいなものをこう一般化してるようなものです。まあ、この辺はちょっと、すごい説明をはしょってるので、高校生の人からしたら何のこっちゃってなるかもしれませんけど、まあ、大学でしっかり勉強してみてください。で、それでですね、いよいよこの行列式っていうものの定義が、あります。これ大学1年生の時のノートなので、なんかまだこうマーカーを引く余裕があるんですよね。これ、結構学年が上がってくると、もうマーカー引いてる時間があるんだったら、もう普通に考えたいっていう感じになって、結構もう、僕はもう色ペンとか使わないんですけど、授業受けてる時はね。授業受けてる時はもう今や、なんかマーカーとか使わないんですけど、この頃はですね、まだなんかマーカーとかをこう使っても、全然、授業についていける感じだったので、結構この辺は丁寧にまとめています。で、まあ、行列式の定義っていうのはこういう感じのやつで、まあ、それでいろいろ、正則がどうのこうのとかいろいろやっていこうみたいな、あ、行列式は何だろうみたいな感じのことをやってますね。はい。で、この辺はですね、まあ、行列式っていうものの、定理っていうか、まあ、性質ですかね。行列式を計算するときに、まあ、もう絶対知っとかないと、計算が難しいっていうのが結構あるので、その辺をですね、まとめたり、しています。まあ、こう、上三角だったらここだけを書ければ行列形これになるとか、そういったものをいろいろやってますね。転置しても変わらないとかもあるかな？あ、これかな？あ、違いますね。まあ、なんか転置しても変わらないとかもなんか後々出てくるかと思います。あ、なんかいっぱいマーカー使ってますね。なんか久しぶりにこれ、僕、見たんですけど、なんか意外とこうちゃんとまとめてて、ああ、我ながら、大学1年生の頃の自分、ちゃんと授業聞いてんなって思いました。 はい。で、この辺もですね、行列、なんか、やっぱマーカーめっちゃ引いてんな。なんかすごいっすね。まあ、行列がブロック分解されてて、どういう風になってる、行列式がどういう風に計算できるかっていうのとかも、やってますね。で、行列式の、積は積の行列式っていうのも、これもまあ、かなり、よく使うっていうか、もうこれ普通に空気のように使うような、性質なんですけど、そういったものの証明とかもやってますね。
はい、で、まあこんな感じなんですけど、これはなんか練習問題が、ありますね。これはなんか高校生の人とか、見たらなんかちょっと面白いんじゃないかなと思います。まあ大学の、練習問題はこんな感じだよっていうことですね。はい、なんか僕は一応ちゃんと全部丸ですね。あ、よかったこういうチャンネルやってるからね、なんかもうすげえ散々な成績だったらどうしようと思ってたんですけど、まあまあまあ、なんかこういう感じの練習問題が、ありますね。はい、で線形代数で行列の話が、一通り終わったらですね、今度はベクトル空間っていうものを、習うんですよね。多分後期になるんじゃないかな。前期で行列やって後期でベクトル空間を習うと思うんですけど、この辺からですね、ベクトル空間っていうものの、ノートを取ってます。はい、なんか鉛筆で書いてるところもちょいちょいやれますね。なんか今思い出したんですけど、多分、鉛筆で書いてるのは問題を解いてるやつですね。で授業を解いてる、授業を聞いて、なんかいろいろ聞いてるっていうのは多分こういう、ボールペンとかで書いてるんだと思います。はい、でもそうとは限らないか。なんかわかんないですね。まあ、ちょっともう昔すぎて何をどういう風な色分けをしてるのかとかも全く覚えてないんですけど、はい、まあまあなんかこの辺からですね、結構、抽象的になるというか、もうなんか数学が苦手になる人はもうこの辺で結構脱落する人は多いんじゃないかなと、思います。でこれはですね、なんて書いてるんだ、本に載っている定理はきっちり証明されすぎて言ってることがわけわからなくなりがちだが、数学を勉強するときは定理の心を読んでいこうっていうね。これちょっと多分先生が授業中にこう言ったんですけど、これは多分僕が心に残って、こういうことを書いたんだと思います。なんかこういうのもね、バカ正直ですよね。はい、やっぱ僕のなんか性格ってバカ正直なんですよね。だから多分こういう風に、いろいろ、なんかこの証明やらんのかとかなんかいろいろ書いてますけど、こんな感じに、なってます。はい、まあなんかすごい詳しく説明しようとしまくるとですね、やっぱりまた、もちろんこれ1年でやるわけですから、難しいんですけどね。まあまあこんな感じに、線形代数はこんな感じにしておきます。はい、で次はですね、微分方程式の、授業になります。でこれ本当はですね、線形代数の授業の後、微分方程式の前にね、微分積分のノートを紹介したかったんですけど、なぜかですね、微分積分のノートだけがないんですよ。なんでなんだろうなと思って、ちょっと理由はいくつか考えられるんですけど、まあ、一番多分大きい理由がですね、僕は微分積分めちゃくちゃ苦手なんですよねだからそれでですね、意味嫌って、微分方程式、微分積分だけがですね、もうちょっとあんまり愛着がなくて、どっかに行っちゃったっていう説が一番濃厚です。はい、まあ、なんか高校の頃は全然微分積分苦手じゃなかったんですけどね。でもなんか大学入ってそんなに苦手では得意ではなくなったので、多分それが影響してるんですけど、微分方程式の、授業のノートはありましたので、それは紹介してみたいと思います。はい、これはですね、こんな感じです。基本的にまあ学部制の授業なので、微分方程式、まあなんか解ける微分方程式だけを扱っていると思いますね。なんか多分研究の微分方程式とかになったらもう解けないものが当たり前だと思うんですよね。もうほとんど多分一般に微分方程式を解けって言われたら相当絶望的に解けないものばっかりなんですけど、学部生の、微分方程式はですね、なんかまあ解けるものをいっぱい、扱っているという感じですね。でもなんか微積苦手な割には結構、頑張って、まとめてる感じはあるかなと思いますね。いや、思いますねって僕が勝手に思ってるだけなんですけど、どうなんでしょう、微積ガチ勢からしたら、いやこんなん当たり前やろって、まあいや実際当たり前なんですけどね、まあ、こんな普通にまとめるの当たり前やろって思われてるかもしれませんけど、はい、まあそこはちょっと目をつぶってください。でまあさっきですね、線形代数のノートを紹介した時にベクトル空間っていうワードは出てきたと思いますけど、線形代数とですね、こういう、微分方程式とかもですね、もちろんこうやって絡んできてます。回空間がこうベクトル空間になるみたいな感じのことですかね。線形代数とかが分からなかったらこの辺の感覚とかも、ちょっと難しくなるとか、そういったことも結構ありますね。はい、で、この辺は、これは何
これもまたなんかさっきみたいに書いてますけど、同じことばっかりやるのは工学的ですよね。あんまり同じことばっかりやってると年取るのが早いですから、いろんな方法をやる。これ理学的ですねって言ってます。これ大丈夫なのかな。まあまあいいや、全然このぐらいは大丈夫だと思いますけど、まあまあでも、まあ理学的工学的は置いといてですね、あまり同じことばっかりやるっていうのは良くはないですよね。確かに。だからいろんなことをやるっていうのを、この授業を、受け持った先生は伝えたかったんだと思います。はい、なんかよくわかんないですはい、でまあなんかやっぱりこうノートを取ってるとこうやってね、授業だけだと分かんなかったらなんかこういろいろ鉛筆で書いたりとかもしてますね。でさっきのこの行列とかもやっぱりこうやって、行列表示をしてこう、考えるみたいなのはよくやりますね。だから線形代数っていうのは基本っていう感じなんですね。はい、でこの辺もなんかでもなんか意外とやっぱちゃんとまとめてんな、なんかちゃんとまとめてんなって思います。いやなんか自画自賛するのもあんま良くないのかもしれないけど、まあまあ微分方程式はこのぐらいにしときますか。はい、まあなんか挫折してるところもありますけどね。はい、まあまあまあそんな感じです。はい、で次にですね、集合と位相、まあ位相空間論と言われている、ものですね、それの、ノートになります。これですね、だいぶ前の、動画でですね、大学以降の数学で難しかったことっていう動画を出してるんですけど、そこでですね、まあ、集合論に苦労したっていうところがあるんですけど、これまさしく本当にその通りで、これちょっとパッて見てもらえば分かると思うんですけど、これ結構ですね、もうずっと集合論の計算、まあ、多分計算に見えないのかもしれないですけどね、そのこういう大学の数学の議論に慣れてない人は、なんか集合論のなんか演算みたいなものをもうずっとひたすら繰り返してるっていうような、そんな感じのですね、ことをやってます。だから割とですね、これは結構苦労しましたね、最初。もうなんか、なんじゃこやっていう感じのことを、ずっとやってました。はい。位相空間論とは、まあ、回集合とはみたいなことをですね、ずっとやっていってるんですけど、はい。まあ、これはですね、挫折する人は挫折すると思いますけど、多分、みんな挫折するので、これからですね、位相空間論を習う人とか、今習ってる人とかもいるとは思いますけど、まあ、あんまりね、落ち込みすぎずに、勉強していっていいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、こういうふうにノートを見ていくとですね、はい、あ、なんか、5月1日、来週休校っていうふうに書いてあるんですけど、まあ、ノートをね、たまにこう、見返すと、こういうのに、こういうことにですね、気づいてですね、あ、なんかこの時、あ、来週休校ってなったんだっていうふうに、なんかちょっとタイムスリップした気持ちになって、ちょっとエモい気持ちに、なりますね。はい、これはなんか、なんだ、これはペンギンハイウェイって書いてるけど、多分これ小説ですよね。なんか誰かからこの小説を勧められたのかな、わかんないですけど、ちなみにペンギンハイウェイは読んだことないです。もうちょっと、進めていくと、古城連結とか、連結とか、非アルキメデス空間とか、なんか、あ、すごいな。なんか、位相空間論で結構難しいところまでやってますね。はい。で、この辺が、あ、これはですね、まあ、こういう、まあ、定理、命題があるんですけど、まあ、コンパクト集合の閉集合は、それの共通部分取ったらコンパクトとか、ハウスドルフ空間の、コンパクトはクローズドみたいな、まあ、そういったものがあるんですけど、これはなんか結構、よく使う、位相空間論はよく使うんですよね。で、この証明の動画もですね、もうだいぶ前に、僕はもう、この YouTube のアカウントを本格的に運営する前ですね、もうしばらく放置してた時に、この、証明の動画を出してるので、まあ、これちょっと、興味ある方はですね、それ見てみてください。はい、まあ、でもだいぶ前にやったので、もうなんか運用する気ゼロの動画ですけどね。はい、まあ、でももしよかったら見てみてください。で、こういうのがですね、演習問題なんですけど、でこれはですね、ちょっと思い出の問題なんですけど、自然数全体の集合 N の部分集合に対して、S の平方をですね、こういう風に定義すると、これで位相が定まりますみたいな、そういった問題なんですけど、これですね、僕が発表したんですよ。でそしたらその先生からですね、ものすごい褒められて、あなたの説明分かりやすいねと、これからもその調子で勉強してっていう風に言われて、ものすごい嬉しかったんですよね。
はい、だからちょっとこの問題はちょっと思い出の問題です。ちなみにその先生はですね、まあかの有名な加藤文晴先生なんですけどね、はい、ちょっとこの動画見てらっしゃらないとは思うんですけど、まあ、まだ全然ね、あのチャンネル登録者数まだ50何人ぐらいしかいないので、もうちょっとアカウントが大きくなったらですね、ちょっとこの、動画にも気づいてほしいですね。はい、その時はお返事待ってます。はい、という感じでですね、ご機嫌で動画を回していたらですね、思いのほか、時間が、長くなりそうということが判明したので、急遽ですね、4回に分けたいと思います。はい、なのでパート1はこれで終了です。はい、パート2はですね、また近日中に、明日明後日ぐらいになるのかな、わかんないですけど、その時にですね、あげたいと思います。はい、本当は1回で終わらせる予定だったんですけどね、はい、ちょっと僕の計画性のなさが露呈してしまいました。すいません、すいませんなのかな、うん、まあまあいいや、すいません。はい、ということでですね、今日の動画は一旦以上です。はい、よかったら、チャンネル登録とか高評価とかぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。